ロシア軍首都キーウに春以来の激しい攻撃死者2人ウクライナの首都キーウの軍政党局トップポップコ氏は30日前夜にロシア軍の大規模な攻撃があったことを明らかにしたポプコ氏は SNS テレグラムにキーウは春以来これほど激しい攻撃を受けていなかったと書き込んだ投稿によるといくつもの方向から無人機が飛来したのに続き 戦略爆撃機 TU-95MS からミサイルが撃ち込まれた。防空システムが敵の標的を20以上破壊したとしている。軍政党局によれば26歳と36歳の男性が死亡し3人が落下物で負傷、負傷者のうち2人は病院に収容された。キーウのクリチコ市長は30日市内のダルニツキー、シェフチェンキウスキー両地区で 消防救急隊員らが残骸の片付け作業を続けていると述べた一方ウクライナの公共放送局によると南部オデーサ州の州都オデーサでは30日早朝に爆発があった同州のキペル知事はこれに先立ちロシアからのロケット攻撃が予想されるとして住民に屋内退避を呼びかけていた米国とウクライナ戦略戦術めぐり大激論の末にアウフヘーベン ウクライナ軍が6月初旬に反転攻勢を開始して以来、多くの西側主流メディアや相当数の軍事専門家は、ウクライナ軍の反攻作戦は遅い、失敗しているのではないかと主張しているが、彼らの主張は的を得ていない。そして、ウクライナ軍の反転攻勢の本質は、航空劣勢間における攻勢作戦であるが、この厳しい条件において反転攻勢を成功させるために重視しているのが、 敵の兵坦網を破壊する阻止作戦と敵の砲兵火力を破壊する対砲兵戦対砲同士の打ち合いであると強調した阻止作戦とは敵軍や補給品の戦闘地域への移動を阻止遅延混乱破壊することを目的とする作戦だつまり阻止作戦はロシア軍の兵坦組織の破壊を重視しクリミア半島ヘルソン州ザボリージャ州を平坦的に分断することを目指している。 例えば、クリミア半島を完全に孤立した島にするために、クリミアを橋、自動車橋と鉄道橋を破壊し、ヘルソン州、ザボリージャ州とクリミア半島を連接するチョンガル橋、自動車橋と鉄道橋やヘニチェスク付近の橋を破壊してきた。現在、阻止作戦の効果は明らかに出てきていて、ロシア軍の第一戦部隊に補給が十分に届けられない状況。ロシア軍の榴弾砲、ロケット砲、 および砲弾が不足する状況になっており、ウクライナ軍の攻撃前進が可能になってきた。また、ウクライナ軍は対砲兵戦を重視し、ロシア軍の榴弾砲やロケット砲の破壊を重点的に行っていて、ソブリジャ州ではウクライナ軍が砲兵戦力で優位にあることを指摘した。この砲兵火力の優勢が現在のウクライナ軍の進軍の原動力になっているのだ。米国のマーク・ミリー統合参謀本部議長は、 ウクライナ軍の攻撃は遅いい。が失敗でははないウクライナ軍は第一線防衛線を突破したロシア軍が何ヶ月もかけて準備した地雷対戦車号などを突破したのだと証言しているウクライナ軍が6月初旬に開始した反転攻勢がここにきて攻撃が進展している背景の一つに米国とウクライナの高官たちの論争がありその論争によるウクライナ軍の作戦変更があったことを明らかにしたい。 主作戦正面におけるウクライナ軍の攻撃進展。ウクライナ軍の主作戦正面における戦況を観察すると、ウクライナ軍の主作戦軸である独幕軸、オリヘウ軸では、7個の旅団が集中的に投入されていて、第一線防御陣地の要衝ロボティネを8月24日に奪還している。現在、ウクライナ軍はノボプロコピフカとベルボベの間を進軍しており、ロシア軍が高台に準備した 第2戦防御陣地を突破するる勢いであるこの高地を確保すると南方にある特幕の死骸を見下ろすことができ特幕奪還の可能性が高くなる最新の情報でロシア軍はこの正面にクピャンスクで作戦をしていた第76空中強襲師団の3個連隊を特幕正面に配置替えを行い何としてでもウクライナ軍の突破を阻止しようとしている。 またもう一つの主作戦軸であるベルカノボルシカ軸でも戦い慣れた4個の海兵旅団がすべて35、36、37、38旅団投入され8月15日に要衝ウロザイネを奪還した現在この正面の要衝スタロマリニフカに迫っているスタロマリニフカを奪取してしまうとこの正面の障害は少なくなりまた防御するロシア軍の勢力も多くはなく ロシア軍がウクライナ軍の攻撃を阻止するに苦労するであろう。米国とウクライナの高官たちの論争。8月24日付の米ウォールストリートジャーナル w s j 氏は、反転攻勢戦略をめぐる米国とウクライナの衝突と題する記事を掲載した。その概要は以下の通りだ。米国とウクライナの高官たちは、 として進まないウクライナ軍の反攻作戦を促進するための作戦と戦術をめぐって数週間前から水面下で激しい論争を繰り広げたという米国側の主な主張とウクライナ側の対応は以下のとおりだ1米国はここ数週間ウクライナ軍に対し軍を集結させ南方の徳幕・以北の地域に集中させ一般に最も突破が困難とされる ロシアの第一防衛線を突破するよう促してきた米当局者が戦力を無駄に分散させないよう警告したのを受けウクライナは作戦を修正しザブリージェ東部では守りに転じト幕マク正面に数個旅団第1線に7個旅団を集中して突破を図っているこの変更によりウクライナは立地域での大規模な攻撃に備えて自国兵力を温存し重火器の消耗を抑制することができ 第一戦陣地の突破に成功したしかし米当局者によればウクライナ軍は今も東部に数多くの旅団を展開しており兵力を集中させて南部に侵攻するには戦線をあまりにも薄く広げたままになっている加えて重火器の使用と気候部隊の投入地雷除去作業をまだ組み合わせていないという2バイデン政権はウクライナの戦略特にウォロデミル・ゼレンスキー大統領が バフムトに重点を置いていることに深刻な不満を伝えているという米国側の主張に対して一部のウクライナ軍将校はバフムト正面に敵を拘束吸引することにより主作戦正面の作戦に寄与する部隊の士気を高め東部に干渉地帯を設けるという意味でバフムトに注力する戦略が有用だと考えている3米国とウクライナ間の論争の中心は ウクライナ人がここ数か月間受けてきた南部での攻勢に備えるための米国提供の諸兵化連合訓練である米軍当局者はウクライナ側に対し欧州の連合軍基地で受けた諸兵化連合訓練に立ち返りロシアの防衛を突破してアゾフ海まで押し進めるために兵力を集中するよう促している米国とそのパートナーは40個以上の訓練地で7万人以上のウクライナ兵を訓練してきた ドイツで行われた米軍の諸兵化連合訓練の核心は、ロシアの戦線を突破したり、地形を確保したりする14個の自動車化歩兵大隊、機械化大隊、国土防衛大隊約8000人だった。この訓練は、ウクライナ軍が敵の防衛を突破し、ロシア軍の後方地域で起動できるようにするためのものだ。ロシア6州にウクライナの無人機攻撃。ロシア国防省などによると、 ロシア北西部プスコフ州など国内6州に30日未明ウクライナによる無人機攻撃があった AP 通信はロシア領内へのウクライナの攻撃としては侵攻開始以来最大規模だと伝えたロシアの北西部プスコフ州の空港でドローン攻撃がありロシア軍の輸送機4機が被害を受けました現地メディアによりますと30日ロシア北西部プスコフ州の空港でドローン攻撃があり ロシア軍の大型輸送機イリューシン762機で火災が発生するなど4機が被害を受けましたプスコフ州のペテルニコフ知事は自身の SNS で空港へのドローン攻撃は撃退した今のところ死傷者は出ていないと明らかにしました攻撃を受けた空港はエストニアの国境に近くウクライナの国境からおよそ700キロメートル離れています ロシアの独立系メディアは、ドローン攻撃は燃料タンクを狙ったものだとみられると報じています。AP 通信によりますと、ロシア当局は、ブスコフ州以外にも、オリョール、ブリアンスク、リャザン、カルーがモスクワ地方の合わせて6つの地域がドローン攻撃の標的にされたと指摘しました。ロシアの侵攻開始以降、ウクライナによる最大規模のドローン攻撃だと AP 通信は報じています。